はい、皆さん、こんばんは。日曜日の6時を回りました。なおチャンネルの時間がやってまいりました。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。皆さんもね、だいぶ早い時間から、タイムラインの方参加していただいてありがとうございます。今日はですね、ここに書いてあるんですよ。コーヒーだ。何何何何何何何コーヒーだ。いや、もう本編始まったからね。ちょっと、そこだけ教えて。何何よ。その、8期がいないってどういうことよ。8期は、研究生採用したじゃないですか。うん、で採用したけど、うん、セレクション審査っていう研究生に本当になれるかなれないかっていうところで、うん、みんな落ちて辞めちゃったり、スキャンダルで辞めちゃったんですよ。一人もいないの。8期残ってない。あら。要は世に出る前にみんな辞めちゃった。8期は。うん。落ちちゃった。で、そんなことがある。で、その8期で落ちていた、うん、子が、うん、今回乃木坂の2期で入ったんですよ。そうなの。そういういろいろなドラマがあるんだね。そうそう、はあ。ね、そこら辺のやつだって9期はまだ横山由依が15位で選抜の下の方ですからね、まだ。それがトップですからね。9期で見ると。これ結構、AKB は、期で見ると、期で見る方法もあるので、期で見ると面白い勢力図なんですかね。はあはあ、まだ9期なんで、それ以上に、もう、SKE のレナとジュリナが神崩しをやって、はあ、6位7位って入ってきちゃいましたよね。はいはいはい。で、すぐ後ろには SKE の3番手に新たな方、須田がりが入ってきちゃいましたよね。視点が入ってきちゃってるんですよ。若手が伸び、はあ、AKB の中堅が伸びる前に。はあ、はあはあ。で、ちょうど SKE の1期って9期のちょっと前なんですよ。7期と同じぐらいなんで。ほう。横山は SKE のオーディション、2期のオーディション落ちて、で、AKB の9期に受かってるので。あ、そうなの？そう。逆に言うと、須田あかりは、もし SKE の2期で横山が入ってれば、3期で1個したら後輩になるので。うん、すいません。SKE って、あれでしょ、栄でしょ、そうそうそう。だけど、あれって、名古屋の人でないとあかんとちゃうの？うん、北海道の子もいるし、埼玉の子もいるし、いるよ。ね、大阪の子もいたし、三重県の子もいるし。え？どこでもいい。エリア関係ないの？関係ない関係ない。ただ、条件は、どこのプロダクションにも入っていなくて、うん、日々の劇場の活動とレッスンに参加できるかできないかだけです。だから辞めちゃって、卒業しちゃったけど、沢子は、大阪にいて、毎日大阪に通ってましたもんね。で、毎日お父さんが車で迎えに来てた。送り迎えしてたから。へぇー、そう。納得しました。はい、じゃあコーヒーだ。はい、コーヒーの実践やっと衰えて。もういいな。何がいいのかダメだよ、満腹になってじゃあ。ねえ、ほらもうタイムラインのタイムラインで勝手にみんなの喋っちゃってるし。ねえもう。はい。はい、じゃあコーヒーだ。コーヒーと皆さん覚えてますか、コーヒーと前回。はい、ネタ的な展開でですね、まあ、持ってきたコーヒーとなんですけども、はい、前回はこう主にこの銅というものね。うん。銅というものに対してこう。どんな理論があるのかとか、うん、どんなもんなのかということをですね、うん、まあいろいろ話して、まあその選手のまとめの方からこうやっていきたいかなと思うんですけど、はい、結局番組の中で銅というものをこういうふうにつけましたね。はい。〇〇銅とは、はい。人と人とのつながりであると。はあ、素晴らしいですね。そのためのもの。はい。その間に立つものがこの〇〇なんですね。はいはい、はい。茶道、華道、柔道、剣、何でもその銅とつくものを、はい。ね。この銅とはじゃない、これは何をじゃあつながりの方に伝えているのか。はい、生き様ですね。かっこいいですね。だから、まあ、あえて言うなら、うん、生き様の交流。自分の生き様を茶によって伝え、うん、はい、相手の生き様を茶によって感じるんですよ。ああ、なるほど。これが、銅であると。ああ、いいじゃないですか。今回多分、はいはい、ね。で、この銅の中でですね、はい、結局二つの理論、結論というか、まあ、言葉というかね、はいはい、キーワードに達しました。はい、それが、無念無想、はい。大事なことね。あと、明鏡止水。まあ、条件ですよね。はい。で、無念無想とは何なのか。まあ、無心。うん、まあ、もっと言うなら、捨てる。うん。で、明鏡止水は何か。結局のところ、うん、何をやるにしても、うん、平常心で垂れ。ああ。いいっすね。これが全てであるというところで、まあ、昨日、小選手番組終わったんですけども、はい。で、まあ、この終わった後でですね、はい、まあ、そうか、本当か、まあ、皆様方の反響がよろしくてですね、はあ、ぶっちゃけ本当はネタなんですよ、これはね。ネタだったの？コーヒー道なんでねえし、ないし、まあ、僕があったらいいなという気分で、まあ、作ってるもんなんですけど、提唱してるもんなんですけども、はい、ただ、やってみたい、挑んでみたい、
面白そう、はい、まあそういう人もいるんじゃないかなと、まあ実際いるかもいると思うんですけども、はい、うんうん、そういう人のために今回はですね、はい、あの本当にガチでコーヒー道というものをやるなら、うんうん、どうやってやったらいいのかということを、はい、この1時間で皆さんに伝えていきたいなと。じゃあもう僕がコーヒー道の総研になれちゃう。あ、そう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 、これを見ればあなた総研になってもいいです。あ、いや、いいですね。もうなんか総研になるっていうことはお金持ち？あ、まあ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 、そうではないですけども。ああ、違うんだ。そうなんだよね。で、その中でまず条件がありますよね。今日ね、はあ、新しくこう、カンペを作ってきたんですけどね、カンペがまとまってないですね。これか。あ、ここだ、うん。色ペンがいるよな。で、まずそのコーヒー度、うん。よく中川さんとかが、はい、指導してるじゃないですか。コーヒーやりたいっていう人の。ああ、教えてます。ね、そういうのやっぱり、こう、何、こう、お茶とか、こう、の話も交えながら話をするじゃないですか。うん、で、やっぱりコーヒーやってる人に思うんですけど、うん、その、あってもいいんじゃないかなとは、たまにどっかできっと思ってる、思った時はあったと思うんですね。うん、コーヒー、どうじゃないけど、うん、なんかそういうこう哲学的というか、意識的というか理論的みたいなものがあってもいいんじゃねえのかな。なんか、コーヒーって、はい、金の匂いがしませんか？僕はね、すごい金の匂いがするんですよ、コーヒーって。そうね。精神論を語ると、嘘くさくなる。ね、番組始める前聞いてた人はちらも2回繰り返しになりますけど、うん、コーヒーってまだ歴史が浅いじゃないですか。うん、ね、日本に入ってきて、はい。で、やっぱり入ってきたのが、文明開化のところなので、実際にこう広まってきた、うんうん。結局それって資本主義っていうか、うんうん、あれと一緒になってくるので、やっぱりね、金と切っても切れないみたいな。まあ基本的にはカフェの文化がありますもんね。うんうんうん、そうそうそう。だから文化だ、ね、一杯いくらっていう風な状態で、はいはい、スタートするんで、まあしょうがないですね。しょうがないですね。で、やっぱりまあお茶を例えて一番出しやすいんで、うん、お茶とかまあ弓とかあの辺とかだと、うん、そんな価値観がない時代のものじゃないですか。性確立してるものじゃないですか。元がね。元が。うんうん。だから逆にすんなりとその、うん、最初に言った人と人とのつながりだとか。そういう今で言うともう、こう、こそばよくなるような理論が完成されるわけですよ。はい、でもコーヒーはその前に生活としてのお金というものと密着しているので、うんうん、なかなかそのいわゆるこそばよいところまで達することができない。はい、というので、まあ今日はもうこの問題からいくんですけども、なぜコーヒー道は成立確立しないのか。はいはいはい。できそうな雰囲気はあるんですよね。はあはあはあ、うん、また余計なことをできそうな雰囲気があって、多分土壌もあると思うんですよ。でも、うん、確率成立しないのか、はいはい、なぜか理由があります。放送前にも言いましたね、はい、理由があります。それはここに書いてあります。天才が出ないことです。天才作っちゃうか。まあそれが一番早いんですけど、はあはあ、じゃあ天才とは何なのかというと、この二つを満たしている人間ですね。まあどちらかを満たしている人のことを天才と言います。これ世の中の人よく誤解しますけど、本当にこれ真面目な話で、これちゃんと辞書で、国史辞書で引けばこうです。天才とはこの条件を満たしている人です。ああ、まずは過程を経ずして結果に行っちゃう人。おお、要は教わらないのにそれができちゃう人。すごいね。それでむしろ結果が出ちゃう人ね。ああ、うん、はははは。でなおかつ、うん、それがその人以降、うん、当たり前になること、これが本当の天才です。だから逆に言うと、誰もその人のことを天才だと気づかなくなっちゃう、忘れちゃうんですよ。うん、でも実は、うん、これすごくないという。だから200年も300年もしたら、青色 LED が普通のものになると同じ感覚ですよね。うん、で、やっぱり、利休とか、あの辺の人たちはこの人たちなんですよ。出阿弥陀とか、あの辺の人たちは。要はその自分の、例えばお茶ならお茶というカテゴリーね、脳なら脳というカテゴリーの中で、これをやった人なんですよね。まず個人の素質として、ズバ抜けてること。でなおかつその個人のずば抜けた個人が起こした行動なり思考なり発想や言動が後にそれが本流になっちゃうっていうか常識になっちゃってること、それぐらいエポックメイキングに歴史をこう、はい、まさに歴史を変えてる人、天才ですね。だからダリ・ピカソ天才なんですよ。あ、なるほどね。
価値観を変えちゃったんで、あの人たちは。で、コーヒー業界も、うん、コーヒー度を確立させるためには、うん、天才が必要です。まあ、中川さんになっちゃいましょう。あのね、中川さんね、もうちょっと、あの、二十何年もやってきちゃったんで、ちょっと天才になるにはね、ちょっと時間かかりすぎ。だから、ね、今中島くんなんかね、はいはいはい、若いんで、まあそうですね、あいつを天才に仕立てて、コーヒー道の家元をするってどうすか。とにかくまず天才大事なのは、この過程を経ずしてその結果を出せる人ですよね。うん。うん。まあ、要は伝説が後から作りやすい人ね。あとから何度でも伝説が作れる人ね。だって二十何年もやっちゃうとさ。もう無理無理無理。無理だよね。だったらボロ出るからね。ボロ出ちゃうから。あいつを天才に仕立てようよ。だから初めて来た日に、なんだろう、こう来て、たまたまこうお客さんが来ました。コーヒーをこう、試飲させてほしい。中川さんは配達でいない。ね、えっちゃんも休み。あ、俺とかいるけど、いや、さすがに俺らのコーヒーは出せねえだろってな、中島くんが僕入れていいですかという、言えるお客さんが、うん、絶賛してコーヒー豆を買って帰る。中川さんに後から話す。うん、中川さんがそっとそのコーヒーを飲む。びっくらこくみたいな感じですよね。あ、そういや、そういうことあった。あったみんなそれ、あったことしよう。究極のストーリーよな。何が起こったみたいな感じでね。いいな。そう。まあ、超ドラマティックな、こうね、うん、演出ですよね、もうそれが入ると。そうだよね。うん。だって、彼ならまだ、そんなにここ長くないんで、うん、口裏合わせようと思えばできるよね。で、しかも、その、彼のその時のお客さんっていうのが、うん、あのね、大金持ちなんですよ。社長とか医者とかね、はいはい、の奥さんか何かで、はい、また来るんですよ。うん、何しに彼のコーヒーを飲みにいると思ってるからね。はいはい、はい、うん。ところが彼はいない。ああね、だから、あ、いや、彼は別にそういう人間じゃないんですよ。いや、でもあの人に入れた、あの子に入れたコーヒーは すごかったわよ、みたいな感じで言って、はあ、ますますこう、中田さんがこう、もしやと思って、今度もう一回ちゃんと入れさせると、はあ、もう驚くべき味になっていると。はあ、これは本物だろう、というところでこう、彼の天才が、神格化されていくわけですよね。はあ、誰か、ちょっと金持ち用意しようよ。そう、もうあのお釈迦様と一緒だよね。もう生まれてすぐ歩いちゃった状況だよね。もうこうなってくるとね、もう。ああ、うんうんうん。そう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 、一緒一緒と。これパトロンをつけなきゃいけないんですよ。ああ。強力な。パトロンか。パトロンになりそうなのおるかな。いねえな。とにかく彼の年齢なら。うん、そうだよね。あ、とにかくパトロン用意することだね。うん、まずは。そうそうそう、で彼のそのあれをこう出してもらってこうやってもらう、うん、一応彼焙煎機を自分で買うつもりだけど自分で買っちゃダメだな、これ。そう、もう周りが買ってあげ、もう彼にはもうそんな、彼なんかそんな、もう足を教えることなんか何もないんじゃないぐらいの勢いで、もう店からなんか全部バーンと誰ぶっ込んでくれる誰か、そういうこう石油王みたいな人がこうねいてね、ガーンといないな、ぶっ込んでぶっ込んで、それでまあ演出させて、あの、うん、作るわけですよ。あ、彼のこう一個の天才像をね、うん、まずこれでこうその噂をこうネットなりツイッターなりでこう騒いでもらってて、うんうん、それが一気にじゃダメですよ、一人じゃダメですよ、それ同じよ、ああ、それ私も飲んだみたいな感じでボン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 って乱立しなきゃいけない、口裏合わせて、口裏合わせでボン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 って、あ、そんなもう中島直次郎っていうすげえコーヒー入れるのがうまいやつが。で、ポイントは、素人さんばっか集めてダメですね。ここは同業者にも協力してもらわないと。はいはいはい。うん。例えば中野さんが飲んだら私が飲んでもすごかったとか、うん、とにかく中川さんを超えてんじゃないぐらいの勢いの勢いで、他の店の人たちに、昨日、あの、みんな行ってもらう。ラテ、あの、うん、あの、せっかくなんで、うん、こう、戦いを挑んで僕負けてもいいですけど。あ、いいね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 。その長いね、師匠。いや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 。いい、いい、うん、や、やるやる。うん。うん、そう、テレビの口コミでもいいですね。うん。うん、もうですね、とにかく同業者の中で話題になる。はい、ただ、ここで防御策も練っておかなきゃいけないので、そこが難しいところですね。何、はい、何、いや、斜め上から攻撃が来たら困るんですよ。斜め上。ネット社会なので。斜め上。うん。東京から突然来ちゃったらどうします？話題、噂を聞いた人が。いや、そんな叩き潰しちゃいいじゃん。どうやって？だ、そこを考えておけばいいんですよ。直次郎を守る、あれ、手だと言っとかないと。
だから天才がそれが金をそのまま握らせると実弾を握らせるが何かの手を打たないとダメですよどっちかですよ、誰かが影武者になって確実に直次郎はすげえっていう風に、うん、かその関東から来た猛者に伝えるか、うん、もしくはそこにちょっとこっちを入れてて実弾を握らせて頼みがあるんだけどみたいな、せめて話すなよって共犯にしようか、どっちかですよねそうやってて、ね、うん、これはコーヒー業界のためなんだみたいな感じで、ね、こうすま握らせて、うん、で関東の方で爆破させるんですよ。すごいね。そうしてコーヒー堂という第一人者としてね。ああ、まあとりあえずここで今、うん、タイムラインを逃がしてる人たちは、うん、共犯になってくれそうな気がするんですけど。あ、そう、うん、そういうことですね、うん、でただ特に一番最初にとにかくなぜそれをやるかというと、うん、これですよね。何々道というものは、うん、あくまでも形式上的なものというイメージが強い、要は精神論であると、はいはい、結局はね、うん、なのでもし本当に何々道によって到達するものがあると仮定したとしても、うんうん、それって、うん、体得したものにしかわからない世界なんですよね、うんうんうん、要はここで全とくっついてくるんですけど、はいはいはい、言葉とかでは伝えられない、はあ、もう自分でコーヒー入れて、はいはい、飲んでもらったり、はあ、飲んでわからないとわからないような世界なので。なるほど、うん、あ、今ね音声がこもったのはね、うん、あれです、うん、こっち、いや中川さんのすいません、これいろいろね、うん、今直しましたんで多分大丈夫だと思います。なので、はい、うん、でこれが要は知らない世界じゃないですか、やったことある人間じゃないとね、うん、なのでポイントとしては、うん、直次郎自身がぶっちゃけた話、うん、ちょっとこう接客に不安があるので、うん、やっぱり彼は逆に言うと、うん、もっと面白いうまくやるんだったら彼は何も知らせない方がいいかもしれないですね。ほう、彼自身に自分は本当にすげえんだと思ってもらう。あ、周りは誰も言わない、はいはい、本当はねみたいな、コーヒー度を確立させるためにね、はあ、君に天才になってもらう、一言も言わない、はあはあ、本当にお前すげえよっていう話をしてて、はあ、周りがさっき言ったように周りにいろいろご仕掛けを作っていって、はあ、仕込んでいって、うん、コーヒー度というものを一気に持ち上げちゃう。あ、なるほど。要は結局まあ、さっきも話した宗教団体も何度も成功したところどうかというと、まず天才と言われる創始者がいることです、うん、はいはい、提唱者がいることです、はあはあ、もう一つはそれを本格的というかもう絶対的に宣伝できる広報担当がいるんですよ。あ、なるほど。組織の中にはね、うんうん、その広報担当の部分をどうするか、うん、あ、広報やるよ僕、うん、で要は一番成功したけど浄土真宗なんかそうですよね、はいはい、ぶっちゃけた話江戸時代の頃は親鸞は実在していなかったと言われてますからね。え、あれは作り話でしょみたいな。え、そうなの。要は浄土真宗ってのは蓮如さんが出るまで忘れられてたんですよ、浄土真宗は。あの蓮如さんが昔親鸞という、うん、商人という方がお見えになってみたいな感じで、うん、いろいろこうお言葉広めてって、うん、お踏みとかで広めてって浄土真宗はあれだけ復活したので。あ、そうなの、うん、だからまあ直次郎が頑張って我々がこう盛り上げていった時に、うん、2番目に必要になってくるのが、うん、多分1回そこで廃れてもいいな。あ、ちょっと1回廃れるか。そうだから直次郎を使ったこのコーヒー道確立計画プロジェクトが一回バレるんですよ。で、なんだコーヒー道なんか、いや所詮作り物じゃん、あ、ダメ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 っていうふうにな、一回させちゃう、わざと。はいはいはい、はい、その中でもう一回天才を作る、うん、直次郎じゃなく。そうだよ、直次郎で行くの。どっち違う違う。じゃあ彼ってさ、めちゃめちゃかわいそうじゃん。違う、作った時にその天才を作り上げることによってどうなるかというと、前のコーヒー道は実は正しいんじゃねえのと。ここで直次郎は一回消しますけど、はい、すぐ復活してもらいます。あ、なるほど。じゃあその時彼はどうしてコーヒー屋やってっていい。細々とやってるからやめてじゃダメだね。あ、
やめ、どっちがいいかな、やめててもいいになるし、やめてなくてもいいの。あの、コータの田舎なんで。あ、もう、細々とね。細々と行くか。うんうんうん。で、こう、本当に希望者にだけ、コーヒーを教えてるみたいなね。あ、そう。それから、地元の子供たちに、コーヒー教室をこう、やってるぐらいの勢い。ところが、コーヒーをこう、ガーン、もう一回コーヒー動画来て、はい、ガーンとなった時に、うん、その、で、その、実は、このコーヒーと、その時とね、二代目の、その天才が、自分より前に、天才が一人いる、うん、いたと。それが高田に今いる。はいはい。って言って、もう一回直次郎を持ってくると、人間一回ボーンと怒ったことは、で、しぼんでた時に、信用しなくなるんですけど、二回目で同じようなことで、ボーンとなった時に、過去にあったことは、信用しちゃうと思うんで、はい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 。え、じゃああれも正しかったのみたいな感じの勢いで。むしろ実はそっち本当みたいな。なるほど。これいけるね。こうすればもうコーヒー道。いける。コーヒー道。愛知、愛知、三河発祥。コーヒー道。ああ。こう、フォースじゃ、あれだよね。幸田町も西尾市にくっつくかもしれない。そう、西尾発祥のあれだよ。だって、西尾保健所のエリアなんで、幸田町は。結局ね、あれなんですよ。こう抹茶で日本一であっても、ね、意識上吸収してうなぎがあろうが何があろうが、結局ね、漫画とアニメには勝てない。これどういう意味かわかります？オタクには勝てないんですよ。はあ、わかります？結局一番波及する経済効果として大きいのは文化です。形にないものの方が金め、はあ、金を生みやすいんですよ。はいはいはい、だから新たにこの西尾市が全国に向けて発信する観光目玉は、はあ、ポイントはコーヒー道です。はあ、おお、あ、いいね。西尾市にはそのコーヒー道というものを公式に認めてて、そのコーヒー道というものをきちんと伝道する施設が市内に点在している。せっかくなんで、お寺に喫茶店をこう作るっていう、何でもいい、でも場所は何でもいい、場所は何でもいい。だってこれ後で説明するコーヒー道にそういうことは関係ないので、はあ、あくまでもこう、なんだろう、気持ちの、だって人と人とのつながりだからね、はいはい、生き様だからね、その本人の生き様の舞台がお寺であるんだったら、はい、お寺でいいんですよ。お寺、お寺使える。海岸でもいいんですよ。うん、屋台でもいいんですよ。何でもいい。お寺だったら数いっぱいあるし。そうそうそう。西尾だってコンビニの数と同じぐらい。お寺がありますからね。お寺があるからね。うん。こんばんは、スモルテさん、こんばんは。途中から参加ですか？もう訳のわかんない。いや、前回同様、コーヒー道の第2弾ってことで。はい。今回野望編、あ、じゃねえ、実践編ですか？野望編じゃないですよね、実践編、実践編をやってるのに、うん、はいはいはい、はい、ああ、もうか、もうキララシンさん、その通り、そうね、虚像にこそにでも裏を書いてね、嘘を本当と見せるために上等手段ですけどね、一、はい、回潰しといてもう一回同じことやってみるというとね、なるほどね、でそれが軌道に乗りそうだったら信じちゃうみたいな。これキララシティさん参謀で入れるか、もういいですね、動いていただかないとね、うん、動いてもらう、そう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 、うん、次何書いたっけ、あ、もう次実践になっちゃいますね。でですね、はい、まあ、ちょうど30分なんで、ここからは実際の、まあ、そんな形でコーヒー道というものがまず、はい、なぜこう確立しないかというと、うん、成立しないか、天才がいないこと、うん。で、天才がいるだけではダメで、うん、それを広めるためのレジェンドがいることね。うん、伝説がいることね。伝説、はい。それによって、コーヒー道というものが、さっきこう、明らかに書いてる、嘘かもしれない、嘘じゃない、嘘じゃない、嘘かもしれないことを、より真実にするために、やるわけですけども、はいはい、でも、じゃあ本当にそれって面白いじゃない。やってみようというときに、じゃあ実際、直次郎を使って今やると言いましたよね。じゃあ直次郎にどうさせるんだってところがこの問題になりますよね。だって結局、コーヒー道って言ってコーヒーを入れる以上を、技術が見せるものがないと、こんな喋ってばかりでは信じないし、ただのこんなの啓発セミナーと同じになっちゃいますので、はいはいはい、そうではなくって、ちゃんとね、コーヒーといういわゆる皆さんが普通に持ってるコーヒーの入れ方と、うん、今日僕がこうやって熱く語るコーヒー銅の部分がどうやってくっつくのかというものを今日はご用意してきました、うん、それを今日は大々的に披露したいと思いますけど、はい、といってこんだけしかないんですよね。コーヒー銅、うん、とにかくまずコーヒーを入れてください。これ抽出ですね、メインのですよね、うん、コーヒー銅、長さも分かると思いますけど、うん、抽出でとにかくコーヒーを立てる、立てる。とにかく立てる。うん、なぜかというと、前回ちょっと誤解された方が見えるかもしれないので、はっきり言っておきますけど、うん、コーヒー道というものは、うん、技術的に完成してないと無理です。うん、前提として、コーヒーの技術はプロです。
はいはい、そのプロになった人が、黒級の腕を持つ人が、うん、技術を持つ人が、さらに目指すものとして、追求するものとしてのコーヒー道なので、はいはいはい、まず、うん、コーヒーの腕前というのは、うん、もう一級品でないと、あダメという前提ですね、はいはい、たださらにその人が、うん、とにかくコーヒーを入れる、そして、うん、人生生活すべてのことをコーヒー中心に考える、はいはい、まあ、例えば僕でよくあの家族に怒られるのが、うん、何でもかんでもガンダムに攻めてくれるみたいな、それってあのシャアがこういうことと同じみたいな話するのとね、何でもかんでもガンダムにくっつけんでくれる、何でもかんでも AKB にくっつけんでくれるっていうのと同じぐらいで、何でもかんでもコーヒーにくっつけちゃうぐらい。ああ、なるほど。それってどっちかってちょっとマンデリン的だよねみたいな。ああ、パンチがあるんだみたいなね。とにかく何でも、うん、コーヒーにやっちゃうぐらい、もう寝ても覚めてもコーヒー。っていうことをまずする。はいはい。うん。でなおかつその後にやることは、ああそれをやっていく中で、うん、技術的に上限に達した方、はいはい、要はどれかというと、例えば基本的にこれをやるためには、うん、コーヒーってのはやっぱり味が重要じゃないですか、うん、やっぱりカップリあの、ね、味の安定とかも長さに言われるようにやらないといえば、うん、師匠についてやるわけですよ、誰かについて教えるわけですね、うん、まあ、独学でやる人もいるかもしれませんが、うんうん、何かしら他者に飲ませて結果が出るじゃないですか、でそれが良くなっていく、はい、でさらにそれが安定することによって、うん、技術力が確立されていくと思うんですけど、はい、それをやっていわゆる免許開店という、はい、あの開業してもいいよと、はい、プロだよねという領域に達した時に、はい、今度は全部忘れちゃってください、一切を忘れる、忘れるということは、うん、ぶっちゃけた話コーヒーを勉強した後同じ時間、うん、コーヒーを入れない、ほう、はあはあはあ、これは実際にあの何かの本で見ましたけど、一番確実な方法らしいです、はあ、例えばあの剣の勉強を、剣術ね、はあ、10年剣術の勉強修行したり武道の修行したら次10年武道をやめちゃうらしいんですよ、はあ、そうすることによって、はあ、その10年経った後に、はあ、いわゆるその普通では到達しえない高みに行けるらしいんです、はあ、そうなんだ、なので、うん、まずプロになっていいよねお店出しに言われた時からコーヒーを入れない、まあもっと分かりやすいなら自分から自発的に入れない、例えば味を確認したいなとか、うん、あ最近コーヒー入れてねえなとか入れない、あとコーヒー飲んでみる、今コーヒー俺入れないとか絶対に入れない、ただ入れなきゃならん場面とかもあると思うので、ただ、うんうん、でその時がいわゆる平常心で入れるならいいんですよ、でこの平常心で入れる領域に達するのに、うん、一応今までのその先人たちの記録の中では、うん、習った分と同じ時間かかって抜けるから、うん、その部分はいるよという話なんですね、理論理屈なんですね、で忘れた時に、うん、改めて入れる所作技術というのが本当の技術らしいんですよ、うん、ほう、なるほど、要は剣道でいうところの、うん、確かに打ったけど、うん、実際その時は無意識では分かりませんでしたという無念無想の領域なんです、はいはい、それがここになるわけです、うん、音が安定しないみたいですね、音が安定しない、あんたの声が大きいんじゃないのかもしれない、じゃあそこそこと喋りますから、ね、で、すでに中川さんがあの実践中みたいなこと言ってますね、いやいやいや、コーヒー入れてないいやいや入れてますってば、入れてますってば、最も高い技術を持つものがピエロになる、まあそれもいいかもしれませんね、うん、僕ピエロ好きだよ、うん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 、でなんか藤原宏さんのコーヒー道みたいですねって言うけど、あれとは全く違いますね、あの藤岡宏さんのコーヒー道はね、うん、あれはダメです、ダメですよあれ、うんうん、でコーヒー道はだから技術力が前提なので、うん、で技術に対しては松屋式であってもネルであっても、うんうん、他の入れ方でも全然問題ないです、うん、なぜかというとそれを完成しちゃった人のお話なので、うん、だからぶっちゃけ偉そうに語ってるけど僕ではダメなんですよ、うんうん、コーヒー僕自分の分しか入れないので、うんうん、目指してないので、うんうん、ただあの本当にこれをやった時に、うん、多分僕はコーヒー道というものが確立されるかなと、一人でもやればね、うんうんうん、だってその人は証拠になりますからね、うんうん、証人ですからね、うんうん、そのどうなったかという、はいはい、うん、なるほど、上げて上げてドンみたいな、いやいや違う、いやいや上げて上げてドン、ね、ただ実際に言うとこの忘れるというのが難しいんですよ、うん、
どれぐらい忘れてどれぐらいになるっていうかって、まあ、車の運転だとイメージしてくれればいいですね、うん、車の運転でも意識してないじゃないですか。意識してない、あれぐらい、 あのレベル。僕あの朝コーヒー立てるのはね、もう習慣だよね。いやそれぐらい、でもそのレベルぐらいになる。あ、特に朝一のアイスコーヒーは無念無想だ。寝てるんでしょ。体が勝手に動いてるけど覚えてねえみたいな感じで。いやでもそれぐらいですよ、それぐらい。あ、なるほど、うん、それぐらいの領域になった時にあのコーヒー道としてできるんで。だから本当にもうあのね、実際になんだろう、そのお水プロぐらいの腕になりたい人マニアでいっぱいあるじゃないですか、うんうん、趣味の人だった時に、まあそれでこうね、満足。結局前回見た人と人のつながりの中でね、うん、どうだ美味しいだ飲んでみろよっていうコーヒーではダメだというところになっちゃいますよね、うん、結局は、うんうん、その人をもてなすためのコーヒーでないと意味がないので、はいはい、うん、でやっぱりもてなすためのコーヒーになるためには、ああ自分がこ うまいコーヒーを入れれるんだよっていう意識がなくなってこそだと思うので、そんなことはもう全然なんだろう、思いもよらなかったよみたいな、うん、物事上限に達した自覚することこれないですよね。上限に達した自覚することってあるんですかね。まあそれはないでしょう、ね、これ自覚してるじゃダメだってよく言いますよね。自覚してるじゃダメだろうみたいな。だから、うん、日本とかね、そういう精神的なものを道とか武道でもそういうの特に禅でもそういう必ず師匠がいるんですよね。特に禅の世界は必ず師匠につかないとダメです、うん、なぜかというと一番最初期の頃にあった知識としての禅、はいはいはい、まあ、あの時にもお話ししましたけど恐ろしい体験である魔境、はいはい、魔境に入っちゃう場合があるので、で、その魔境か魔境じゃ否かっていう区別が本人ではできないという、はいはい、うん、ややこしさがあるので、そこもそれ魔境でしょって、それダメねって言ってくれる師匠がいないとね、やっぱり上に上がれてないし、逆に悟りというものが本人が初めての体験なので、うん、それが何なのか分かんないじゃないですか。あ、それだよって言ってくれる人がいなきゃダメなので、はいはい、結局どうしても師匠がいますよね。だからコーヒー道もそういうもんだと思うんですよ。先達の人がいて、うん、その先達の人に、うん、いやこれぐらい安定してきたねとか、うん、あもういいんじゃないと、うん、言われるものがないと、うん、自分でどうですかっていう段階ではやっぱり、うん、なるほど、アウトなのかなみたいな、なんかそこら辺はなんか理解できましたよ。で、うん、これが、うん、まあ始まりだとしますわね、コーヒー道の、はい、さっきと直次郎やってどうこうってやって、でこれで店持ってで、まあ例えばコーヒーを教えてください、誰か来ました、はい、でとりあえず技術を教えますわ、どんどん上がってきますわ、でそこから精神論に入っててコーヒー道に入っていきますわ、はい、でまあコーヒー道が何年後に確立できたとしましょう。こっからですよ、はい、確立してもう西尾のものとしてコーヒーが成立したときに、今度全国区にしていかなあかん、うん、まあとりあえず分かりやすく直次郎がもう教祖になったと、まあ初代もう宗家、宗家、うん、宗家、うん、なりました。何創始者ね、創始者、継承者、うん、うんうんうん、でもうコーヒー道がスタートします。そう、ここが発祥の地、うん、いやここじゃなくて一応高田ですけど、あ高田でね、うん、そうだ、うん、なんせ名水百選に選ばれた、ね、そうだね、うん、水を使いコーヒーを立てる、そう、うん、スタートしました、はい、そしたらね、関東の方のこういろんな大御所の方々から、はい、なんだそれと、うん、バカじゃねえのと、うん、ガンガン言われました、はい、結局技術でしょ、あうまきゃいいんだよみたいな、こういうガンガン言われましたね、金儲けにならねえじゃねえかと言われました、はい、ね、コーヒー度忘れ去られます、うん、さびれていきます、はい、しかし、はい、そこで、うん、新たな天才が現れます、はい、新たな天才、直次郎と一緒にコーヒーをやってて、うん、興味を持ってやり始めてて、うん、で直次郎からうん、同じように教わって、うん、やっていくうちに同じようにコーヒー道に入っていって、うん、そしてある時直次郎と同じようなエピソードを持ってて、うん、もうはっきり言って固有名詞が違うだけでいいんですよ。でガーンでやった時にある時に出してまたその彼がこう広まっていきます、うん、過去にもあったねこんなこと、はあ、同じことあったねみたいな、うん、でできれば1回目はこの辺だけで終わらせておきたいんですね、直次郎に関しては。2回目を関東とか関西とか離れているところでポンと持ち上げてほしい、はあ、そうするとここにあるよねという話になる、はあはあ、で彼は新しい第二の天才はそっちで盛り上がってほしい、
で、実は僕以前に、その、愛知の方で、コーヒー道というものを隔離されてて、向こうでは、それは普通に、コーヒー道なんて普通にあるものみたいなぐらいのこと言ってもらう。そうすると、これは何なのかってなった時に、はい、ここにコーヒー道というものがある。で、二度目のブレイクになって、はい、で、やっぱその中でやっていく中に、その、よりこう集めなきゃいけないですよね。勢力を大きくするために。集めなきゃいかん。で、コーヒー道をもっとこう、で、結局今言ったこの条件で、やるわけじゃないですか。はい。だから対象としてはまずは、開業してるカフェのオーナーとかがなんか対象になってくるんですよね。うんうんうん、よりこう、目新しいものとか、こう、新しいテーマに沿って。だって、うん、コーヒー道の一番のメリットは、本人を否定してないので。どっから豆入れてようが、うん、ロースターが誰であろうが、はい、ドリップ、あの、抽出の仕方が何であろうが、うん、お店のスタイルがどうであろうが、関係ないです。ただ条件としては、うん、技術的に、ある程度の完成度がある人。はいはいはい、なおかつそれ以上のものをコーヒーによって求めてて伝えたいなという意思のある人、はいはいはい、これがコーヒー道のあれになっていくので、うん、そういう人に行って教えていきますよね、はい、何を教える、もう技術力なんか教える必要ないですよね、うんうん、各自確立してるから、うん、教えるのはコーヒー道の部分だけですよね、うん、そうなった時にここで使うのがさっき中さんが言った、まあ、家元制度ですよね。あ、ここで初めて金を生じさせればいいので、あ、なるほどね、あのせっかくだね、ここら辺のこう例えばスモールテイさんだとか、うん、あ、代々木まぐれさんとか、うん、そこら辺が、あのそのなんつうの、直次郎君の後で出てくる人間に使うってどうですか。まあそうですね、まあ、別に問題はないですけどね。プレスも全然関係ない。プレスもいい。だから、究極が言い切っちゃうと、これ言うと、このコーヒーやってる人に悪いかもしれないけど、あえて僕の方言うと、コーヒー道がきつくも言っちゃうと、うん、味じゃなくなってきちゃうので、はいはいはい、ただ、あの、お茶とか何かと一緒で、うん、最低条件がそこなんだよね、うんうんうん。味がいいというの、飲めるものとか人前に出せるもので、そこが最低になってくるんで、うんうん、その最低条件である最高のものを、言葉が分かりにくいですけど、最高条件が最低条件なので、そこでその中の条件の優劣を競うことがもう、もう関係ないんですよ、はいはいはい、意味がないんですよ。だからはっきり言ってコーヒー自体の抽出方法に関しては、その抽出方法で完成されている技術を腕を持っている人であるんだったら問題ないですね、うん、その入れ方自体に問題があるなら別ですよ、うん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 、例えばベトナムコーヒーとかそうだったら問題だけど、そうでなくて、いわゆる普通にコーヒーの今の業界の中で、はい、これは普通に飲める業界では認められてる抽出方法であるんだったら、うん、コーヒー度をやる追求するんであれば、もうその段階で条件は満たしてるので、ああ、なるほどね、そうそうそう、素人ではないんですよ完全に、うん、ああ、なるほどね、うん、だから1日2日ではできないもんなんですね、コーヒー度は。逆に言うと長田みたいに20何年間コーヒーを携わってきて、うん、毎日入れてきた人が初めて足を踏み入れれる世界なので、はいはいはい、うん、はあ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 、すごいですね。なんか S なんとか SOAJ とか不正字が入ってますよ。こうじゃなくて多分 C が入るとこですか。ああ、なるほど。ね、まあ僕はこう喋るだけなんでいいですけど、スモーテさんこういう風に書くと怒られますよ。僕は全然、ね、あのズームの業界素人と喋ってますからね。まあ全然罪はないんで。うん、ただでもなんだろう。うん、今、うん、日本に求められていることは、うん、こういう価値観の変換だと思います。お、金じゃないものに金を出せるか出せないか。あ、なるほど。要はコーヒーの味に500円を出すのではなくて、うん、この出会いに、うん、この雰囲気に、うん、この、うん、この瞬間に500円出せる。カフェの始まり、ブームの始まり、そうだったじゃないですか。まあ、確かに味じゃなかったんですよね、カフェの始まりは。その店の作りだとか、うん、客層のターゲット、そのあれだとか、なんかで盛り上がってて、うん、そしたらなんかその中にラテアとかいろんなものが入ってきて、うん、結局トドのつまりは味がレベルがどうこうって話になってきてると思うんですよ、うん、で、だんだん資格がどうこうとか話になってきてると思うんで、うんうん、で結局でその中で僕が見てる限り行き着く言葉は、うん、結局食べ物のことな、飲み物のことなんだから、うん、味でしょと。うんうん、え、だったら一番最初のカフェの
ブームの時のその店の作りがどこで注目したとかどこそういうキーワードは、うん、どこ行っちゃったの北欧ボサとか、ね、それどこ行っちゃったの、結局味でどうこうって言うんだったら昔の喫茶店でいい雰囲気でいいじゃんみたいな、うん、だから結局本来はそのカフェという演出された空間箱に込みで800円なり700円なりのコーヒーを出してて、うん、そこで多少味が飲めなまずくてもまあいいわと思ってる人たちが結局味に800円とか700円出したくなっちゃうんだよ、なっちゃったんだよね。でも、うん、コーヒー道は、うん、あえてそれを戻したいので、うん、そうじゃない、うん、だって結局味に800円900円出すってことはお店いらないんですよ、うん、自分で腕を上げて勉強して自分自身でコーヒー豆を買って入れればいい、うん、一番自分の押し付ける空間でコーヒーが飲めるじゃないですか、この800円とかなんかと同じ価値のコーヒーがね、うんうん、でもそれでは、うん、なんちゅうのかな、なんだろう、つまらんみたいな、文化としてね、うんうんうん、カルチャーとしてつまらんな、民族としてね、うん、なのでここはでやとそのやっぱり僕の中でコーヒーっていうのはそろそろ日本のものにしたいなと。ああ、だから代々木まぐれさんが雰囲気にお金を出すか問題だな、うん、だから結局なんだろう、法はある意味僕らはコーヒーはバブルが弾けたと思ってるイメージがあるんで、いカフェブームの時は僕はバブルが弾けたと思ってるんです。カフェブームが流行った時に要はそのお店の作り方がなんかいろいろ雰囲気でね、うんうんうん、結局味に戻ったということは原理主義なんですよ。ほう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 、だからこの原理主義がつくとこは強硬で閉塞的になってくんで、排他主義になってくんで、うん、でどうなるかというと、市場としては狭まっていくだけなので、はいはい、要は市場のもの、最高のものを求めていくけど、残念ながら市場のもの、最高のものっていうのは、うん、ちっちゃくって、硬くって、うん、少ないので、うんうんうん、そこに行き着いたときに、先が見えなくなっちゃうので、何か広がりを持たせる可能性は持っておきたいんですよね。はいはいはい、で広がりを持たせるのに、うん、目、耳とか、うん、五感で分かるものでは限界が来るし、うん、すぐ終わっちゃうんですよ、うんうん、切り崩せられちゃうし、うん、だからどうせ持ってくんだったらそれを超えたところに物を置きたいじゃん、はいはい、それどこかといった時にまあ形式上学的な、うん、どう何々どうみたいな精神論みたいな、はいはい、形に決してできない、うん、でもっと逃げ言葉で言うんだったらさっき言ったみたいにやったし到達したものしか分からない領域にまで持ってっちゃう、はいはい、ということで宇宙と一体になるぐらいの勢いで見るわけなんですよ。そこまで持ってっちゃう、うんうん、そこまで最終到達点を持っていくことによって、うん、いわゆるその今までここでいいですよと思われてた限界を無理やり上に上げることによって、うん、伸びしろを増やせる。はあ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 。うんうん、うん、うん、日常的空間に、喫茶店、あ、非日常的空間に喫茶店の価値があるかと、どうですか。非日常的空間、まあ喫茶店、まあ、例えば普通にこう例えばフレーバーでコーヒー飲む時ってさ、うん、豪華っぽくないじゃん、うんうんうん、あの普通のジム、ジム椅子だしさ、うんうんうん、その点やっぱりあの喫茶店っちゅうとやっぱり豪華な椅子であったり、はいはい、うん、机であったりとか、うんうんですもんね、うん、そこの部分じゃないですか。そこが価値があるということじゃないですか。にあるかなっていう、はいはいはい、とこだよね、うん、あとキララシティさんがコーヒー道を、総流して、女性皇族を接待してメディアが集まる前で結構なお手前でとか言わせれば大町大勢大勢間違いなし。すごいところ持ってきましたね、うん、やっぱ皇族か。ああ、スモールデーさん言ってますね。そもそも味だけでお客さんは集まらないですよね。むしろお店はその他要素が重要かで、その他の要素が重要かとというその他の要素が断言できるかできないかというところですよね。で、コーヒー道は道の中に断言してますから分かりやすいんですよ。ほう。前回今回の僕の放送の中で、その他要素が重要かの今まで出てきてない、もしくは出てきてるけど、結局それを突き詰める理論がないので、消えちゃって、フェードアウトしちゃってることがあるんですよ。ポイントがあるんですよ。それを僕は前回と今回はっきり言ってます。中川さんもしょっちゅう言ってます。人と人と。だから人と人と、結局、お金を出す要素は人なんですよ。うん、人しかないんですよ。うん、でも、これって必ずこういう理論の中に上がってくるけど、消えちゃうんですね。
二の次にされるんですよ。はいはいはい。なぜかというと、こういう理屈が、精神論にしろ、現実論にしろ、方法論にしろ、こういう理屈がないからです。だからあえて僕はそこに理屈を今乗っけてます。はい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 。こういう意味、こういう理由から、うん、人というものを要素に加えるための演出として、うん、コーヒー道というものを作りましょうということです。ああ。これ、勝さんさすがですね。非日常的空間、メイド喫茶。そう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 。素晴らしいですね。つまり西尾にメイド喫茶を作れってことですか。西尾にメイド喫茶作って流行りますかね。いや、わからんですね、うん、まあ、多分コス前も言ったけどコスプレイヤー専門店を作ると流行るかもしれませんね、うん、会員制のコスプレイヤークラブコスプレイヤー申し込みによってコスプレショーもできるし、うん、あの集まって、うん、そこでもお菓子持ち込みでドリンクバーだけ出しておいて、うん、お菓子持ち込みで、うん、そこであの分あの情報交換もしてもいいよ。1時間500円ドリンクバー付きでセット700円、はい、でそこにあの時刻表も貼ってあって終電に週発名古屋駅終電何日全部こうバーって書いてあって、それじゃあここでもうサミットは大須でやってくれればいいんですけど、はいはい、サミットの打ち合わせを幹部が西尾でやるようになればいいんです。はあ、はあ、はあ、そうすれば、はあ、西尾は全国区になりますね。あ、だから結局抹茶よりもメイドなんですよ抹茶よりもコスプレなんですよ。わかります？カルチャーの方のが特産品よりも経済効果がでかいんですよ。なんでかっていうと潜在的に利用してる人が多いから。マーケットのね規模が違いすぎるのね。そこを分かってないんですよ、観光やる人は。特に西尾市の観光の方々はね。あ、抹茶じゃないの、うなぎじゃないのよ。いたしゃにコスプレなんですよそれを西尾祇園祭りにくっつければ祇園祭り全国、うん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 、なるほどね。大城陣も早くゆるキャラ作ればいいんですよ、大城陣くんみたいなね。すいません。あ、ジュキジュキしたね。僕もいいとこ意見してますよ。もうすごいですからね、もうあのもうあの本当にもう妖怪みたいなね、スタジオいるところがでも本当そうですよ。このカツさんのメイド喫茶どうですか。いいですね。だからそれは要はあの次のキラルティさんの熟女喫茶に被るもんがあるでしょで僕も実際利用してますからね、あのガード下のあそこのレイコだったけど、あそこはすごいですねどこ2,3 軒僕行ってますよ。あのよく行きますよ、あのあれ幼稚園の会長 OB 会で、うん、3次会4次会は大体2次会成功に大体行くんですけど、でもう成功も危ない、うん、ギリギリのラインですけどね3次会4次会でそういうこうおばあさんと、まあ、俺らから言うとお袋世代が二人でやってるか、うんうんうん、そんな感じのスナックに行きますよ、うん、あ、歌い放題歌わせてくれますからね。ああ、うん、なるほどね。いたしゃはよく見ます。そうだから見るもね、見るからもう集めちゃえばいいんですよ。もうあのいたしゃ系は得意っすよ。そうで集めれる人材もいますからね。まあいますね、うん、もうハブになる人間もいるんで、うん、それであの西尾 の, あのパレードやればいいんですよ。なんせあのいたしゃ系の人のイベント用の、うん、芳香剤うち作りましたもん、うん、スモールデーさんマダムのそんないいもんじゃない、もうウバステ山だよねもうあのスナックウバステ山って感じだよねもう、うんうん、奈良山武士子バリバリですからねじゃあでも本当そうだよ、マダギア君。とにかくカルチャーが絶対金落としてくれるからみんな。あ、うん、なるほど。 そう、その中に、うん、やっぱりいきなりさコスプレとかさ、うん、メイドとかさ、そういうの持ってきたくない気持ち分かるじゃん。サブカルチャーボンってぶち込んで、はいはいはい、あれはメインのいわゆるカルチャーがあって、うん、サブカルチャーと思われてるから採用したくないんだよね、うん、抵抗あるから、うん、いいんだよ、全くゼロのもの作っちゃってんだから、あ、サブカルチャーにもならない、うん、え、コーヒー道って何ですかって問い合わせがもう殺到して電話がパンクするぐらい、うん、下手すりゃそのさっきあのスモールテイさんが挙げた団体から、うん、どういうことなのかねこれはみたいな感じで、うん、クレームが来ちゃうかもしれないぐらいの規模なので、うん、ね、キララシティさんのこれ意味わかんないですけど、2週には事件があってや、痴漢が。え、新聞載ってるよ、あの90歳のおばあさん襲いかけた痴漢が。あ、そうなの。で間違えたんじゃなくて、ね、あえて狙ってんだからね、そういう人を。マジっすか。そうだよ、それすごいね、キララシティさん、うん、すごいね、はあ、結構今多発してんだよねこれ熟女あ、ね、狙いがだからね、今は女子高生の夜の一人歩きじゃなくてお年寄りの夜の一人歩きが二所したら怖いから、危ない、治安が悪いからね。あ、そうっすか。あ、悪い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 。あ、
それすげえな。本当だよこれ、リアル笑えないよ、笑えない。うーん、うん、ちょっとびっくり。うん。もうそういう領域ですよ今西尾は。もう西尾は百夜行状態だからね。もう西尾の今街は怖えよ怖えよ。千二千年前の平安京だもん。うん。鬼が鬼を呼んでくるからね。すごい世界。いやでも本当ありましたよ。ほらみんな知ってるし。結構知ってんだみんな。そう。知らない長さん平和だな。すいません。ユーストばっかやってるもんで、ね。外の情報疎くて。じゃあなのでまあ本当にまあそういうだからなんだろう。それは僕らが一方方から見てる常識で判断すると、うん、あれだけどやっぱりこうねアメリカでも熟女狙いが多いけどやっぱりそういう人もいっぱいいるし、うん、なので、うん、やっぱりなんだろう何のあれですねそういうのもあるのであえてここはそのコーヒー道というのもね、はい、そんなわけがわからんことと思わずに、はい、ここは勇気を持ってやってみると、はあ、で実際僕なんかも、はあ、あの笑い話じゃないけど、はあ、中学校の時受験勉強で思い余って、はいね、頭いい方じゃなかったんでね偏差値がよく分からないで思い余って受験勉強やってましたよ、うん、ね詰まりますよ、うん、詰まった挙句、うん、何に手を出したか、うん、ねその時にたまたまあの空海上人がね、はい、あの昔ね、はあ、あの修行の一環してね、はあ、虚空蔵菩薩愚文字法ということをやったと、な要は100万回、はい、あの虚空蔵菩薩の中の真言を100万回唱えると真理が得れると、はあ、要はそれで頭が良くなるという形のことを例の雑誌で読んだわけですよ。あムーですね。だけど実践しましたよ。100万回は言えんかったけど毎朝100回以上言いましたよ、はあ、これで高校行けましたけど、うん、じゃあ100万回まで行ったら大学まで行ったね。バリバリだね、うん、もう今頃こう何こう西尾の司法というあの頭脳と言われてるね。あ、うん、西尾かな。西尾で詰まっちゃうわちっちゃいけどね。なるほど。なのでまあ本当にこういうのは実際やってみてね、でも本当忘れるのは大事なことだと思うので、あの確かにねこの技術ってさこう一回覚えちゃうと一番こう困ったことにさそっから抜け出すのが難しいんだよね、うん、だから一切忘れるっていうのは結構いい方法かもしれん。勝さんが東京では70歳超えの、これなんて読むんだっけ、ウグイス谷、ウグイス谷の熟女クラブが摘発されたってニュースになった。ね、ウグイス谷ってあのあれですか、ミュージックホールのあのウグイス谷ですじゃないの、それかも。はあ、だから何こうねえ、なんでなんかあるでじゃない、ロリコンよりもこっちの方が多いんでしょ。え、嘘、ロリよりも、はあ、こっちのが熟女の方のが多いというか。そうなの、思考としてはね。あ、そうなんすか、うん、へえ。あのすごい今更なんですけど、うん、あのこの番組始まる前が AKB で、はい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 、どっちかっていうとロリコンで、ロリ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 で、うんうん、で終わりが終わりが熟女で真ん中がコーヒードコーヒード、うん、なんかコーヒードが色物になっちゃった、ね、色物だよねこれ。ムー来た、スモルテンさんそっちの話を期待してますか。うん、じゃあでこのコーヒー道で無敵に持っていくと、これがやれるようになると、うん、あの超能力が使えるようになっちゃうんですよって言うと無敵になっちゃいますよね。一気に要は悟り開くことになっちゃうんで、はいはいはい、うん、まあ要は楽しく誰かとコーヒーを飲むための術ですよね、はあはあはあ、人と楽しくね、はあはあ、昔マダモーレとか専門誌がありました。だから掘り起こしてこんでええよ。まあ確かにね、熟女関係の専門誌今多いですよ。うん、あ、そうなの、そんなもんがある。うん、真ん中ぐらいが今ないと、そういうこと両国端ですなって今まだ言ってるけど、俺も社会勉強のためにその手の本屋さんも行きますけどね、たまに。そうするとこう何もう両極端ですわ、完全にその両極端っぷりがね、ひでえ。うん、こうボーダーの曖昧さがだんだんなくなってきてるような感じがするね。だ徹底的にそ振り切れて、どっちかに。じゃあ、あの、普通に、二十歳過ぎのアイドル。のが健全だよ。
じゃあグラビアの子たち10代前半と、うん、ねえ、うん、50代だもんね、間ねえじゃんみたいな感じなのね。で、じゃあグラビアの子たち困るよ。だって今グラビアアイドルいねえじゃん、仕事ねえじゃん。だってグラビアが AKB でグラビア持ってんだもの。あ、そうか、うん、だからもうグラビアはスタイルの時代終わっちゃってるからね、顔と話題性だからね。もうグラビアの子たちどうすんのよ、あと20年か30年経つとやっと仕事が来る。だから逆に言うと10年後の方が多分熟女系で、うんうん、佐藤恵梨子の今第二のブームになってきちゃったじゃん。うん、もうそんな感じで。え、佐藤恵梨子第二のブームって。グラビア復活したもんね。先月ぐらいから。うん、え、そうなの？うん。一時期今ずっと辞めてたじゃん。うん。あの子っていくつなの？まだ若いけどね、あの子は。うん。みそじ、むそじのビデオあります。ある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 。え、そうなの？だけど、僕、キララシティさんからそういうことは聞きたくない。うん、で、通りで結婚率、結婚する、結婚したくないんで、相手がもう結婚しちゃってるからね。うんうんうん、マダム向けカフェオレ、うん、そうっすか、マダム向けのカフェオレをこう商品として作らにいかんですか、これは。どうかわかんない、本当に両国産だもんね、まあ、うん、なるほど。で、まあ最終的にあのこのコーヒー度をまとめてちょうだいよ、もう時間が10時なんで。いやいや、コーヒー度をまとめると何もさら、うん、コーヒー度というのは、うん、だからもう、まあ、結論は出てるんですよ、先週で。うんうんうん、だからコーヒー度とは、人と人とのつながり、うん、生き様を、交流ですよね、うんはい。生き様の交流の媒体がコーヒーであると。うんうんうん、で、逆に言うと、うん、他にお茶とかお花とか、そういうものも何でも媒体になるんですよ。うんうん、で、媒体になる上で、その人と人とのつながり。で、人と人とのつながりってどういうことかというと、うん、理解し合うことですよね、うん。で、その理解のところに邪魔なものが一個あるんですよ。それは固定観念であり先入観です。はいはい、わあこの人汚ねえ格好しとんなとか、うんうんうん、あそういやこの人ってのはあのあれでねこういう噂があるよねとか、そういう固定観念とか先入観があると正しい交流ができないんですよ、こう人と人との、はいはいはい。それを正しくするためにどうしたらいいかっていうのが自分の生き様を正すことですよね。その自分の生き様を正すために、うん、コーヒーの入れ方という方法、技術を使って、うん、所作を正すことによって自分の生き様を正すわけですよ。うん、だから、とりあえず、まずは一つのことに純粋に集中する。これは心をきれいにするためです。コーヒーという自分が没頭できるものにどんどん徹底的に没頭することによって、雑音シャットアウトの自分を純粋化させていくわけですね。はあ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 、徹底的に、はあはあはあ。で、純粋化した自分を、はあ、それをさらに自分が純粋であるという一番取れない意識を取っちゃうんですよ。ほう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 。要は純粋な自分を忘れる。はあ、はあはあはあははあ、それで相手を見たときに相手の本当の相手が触ってくるというところですね。人は鏡なので、で鏡という言葉から自分を取れば神じゃないですか。あ、お前が、わかります、お前こと来たね。鏡のがを取れば神なんですよ。だから鏡というのは自分を映す鏡でもあるし、それが神様自体なので、お客様は神様ですという言葉になるわけです。これネタですか。本当の話。でも鏡はガオトラ神になって昔から言われることですよ、神道では、うん、あ。だから自分が映るものであって、だから神であって、そこ その段階で初めて相手とのこう本当のね交流ができるので、はい、でコーヒーではそれになる条件としては素晴らしいアイテムなんですよ。うん、人前でコーヒーを入れてあげるということでね、せっかくそれなのでやればいいわけですね。なるほど。うん、なんか話が全然違う方向に行ってますよね、タイムラインね。あのね。これ意味が分からない。かつてのグラドルは、うん、捨てに、これ意味が分からん。この、ん？俺も消えちゃった。ステマとか。ステマだね。うん、ステマって何？ステルスマーケティング。あ、そういうことね、うん。要は今の20代の子はぼやけちゃってんだよね。だって、売りがないじゃん。若い、年取ってる、うわ、売りがねえやん、真ん中って。普通に考えて真ん中って売りがないじゃん。あー、なるほど。で、売りがないところに、今までは単に両端が売ってなかった、うん、売りに出なかっただけ。だから、両端が売りに出ちゃったら、黙ってりゃ真ん中埋没してるじゃん。
もともと売りがないんだもん。はい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 。だから、もう見方を変えればいいだけなんだよ、うん。で、それを売りに出してるのが AKB とかアイドルじゃん。うん、AKB に言ったら、この高校野球っぽさが売りじゃん、結局。なぜみんな惹かれるって言ったら、プロ野球じゃないんだよね、AKB は。高校野球なんで、失敗していいじゃんね。泥臭くていいじゃんね。ただやっちゃいかんことは、プロではないので、手抜きはしちゃうのいかんのですよ。予定調和じゃダメなんですよ。ああ、なるほど。それよりもぶつかってて壊れちゃった方がまだいい。そこにみんな惹かれる。なるほど。ガチの勝負事なので。素晴らしいね。うん。キラシティさんがコーヒーの苦さは人生の苦さだ。違うと思います。コーヒーの苦さはただ単に焙煎して深くいった時の苦さなんだ。ダメですよ、ここだから、はい。それではダメですよ。コーヒーのはそればっさり切ってダメですよ。あ、ダメですか？だから、入れ続けてると、人生と一緒で、角が取れてまろやかになってくるんでしょ？あ、でした、でした。だから最初は苦くて当たり前。味が尖ってて当たり前。うん、あとそれは、まだお前が若いからだよ。でもこれを10年10年続けていくと、お前が年取っていくに従って、人生経験するに従って、味が変わっていくんだ。同じ豆でも一緒。もっと言うなら、ロースターが変わったって、大して違いは出てこないよ。丸くなるんだ。丸くなってる。キララシティさん、わかりました？うん、丸くなるんですよ。だから人生の苦さが出てるんだったら、いかにそれを人生の良さ、丸さに変えていくかが、コーヒー道の求めるところ、目的、あれですよね。ああ、なるほどね。コーヒーどんどん役に立つんですよね。お母さんが、純粋を意識すると、ぶりっ子ちゃんに見えちゃう。だからそれを見えないようにするために、忘れるんです。あ、頭から出す純粋さではぶりっ子なんですよ。体の芯から出る純粋さは、ぶりっ子だとは誰も気がつきません。もともとなのかと思っちゃいますね。ああ、なるほどね。そのために忘れる。つまり天然になれってこと。そう天然物になれってこと。ああ、なるほどね。AKB は商売として考えちゃダメってことですかね。ダメですね。楽しむのに商売として考えるし、結局やらせでしょとか、結局あれアルバム売るためだもんね、CD 売るためだもんね、考えちゃつまらんですよ。そんなことは一切忘れて、でもこれだけ青春をかけてる女の子たちが270人もいる以上もいるんだって言って思って見てると楽しいです。そうだよね。高校野球でもさ、よくこのなんとスカウトしてきてさ、うん、どこどこの高校にこう優秀な人間ばっかり入れたりとかあるじゃない、うんうん、ああいうこっすいことやっちゃいかんなとか思う。それよりもやっぱりこうなんかどっかの田舎の公立高校が戦ってるのが見応えがあるというか応援したくなるじゃないですか、うんうんうん、同じようなドラマがね。そうかそうか。だから逆に言うと高校野球と AKB の共通点としては、うん、スターがいないドラマなんですよ。そこにスターはいらないんですよ。ハリウッドの映画とかプロ野球ではないので、プロはスターがいなきゃ成り立たないんですよ。はいはいはい。うん、客寄せパンダがいるんですけど、高校野球はいらないんですよ、客寄せパンダは。それ自体がもう客寄せっていうか、もう見るものがあるの、ドラマがあるので。一生懸命。そう。それは、その場にいるメンバーが頑張って、困難を乗り越えていく、試練を乗り越えていくが一番いいんですよ。うん、乗り越えれそうなメンバーを集めてね、が、それ逆にそれだったら乗り越えられない方がドラマですよね。こんなに揃えたのにみたいな、なんでやろうみたいな感じの。うん、なるほど。キラル一杯のコーヒーに人生いいですね。そう。そうだね。いちご一杯です。もうその時の出会いのためのその一杯が全てその時の味ですからね。二度と出せないこの味はですよ、領域ですよ。ああ、いいね。あなたのための味。そうだね。そう。うん、もし苦いと感じたら、うん、今のあなたがどっか心に苦いところがあるんじゃないんですか。あ、いいな、いいな。で、甘いと感じたら今あなたはそういう幸せな時にいるんですねって言って、いいね。じゃあどうしたらこの苦みが取れるでしょうかって、それはって言って話を続けていけばいいじゃないですか。はあ。何スターがいない某青色球団。うん、いやー、それってもしかしてドラゴンズのことですか？違いますよ。ドラゴンズは岩瀬投手というスターがいるじゃないですか。なんかもう、もう仮初めのスターですよね。なんかもう。まだスターにしとくのかっていうなんかポジション的ですよね。いや、ほんとないですよ、うん。うん。だって、西尾としたら岩瀬ですよ。まあ確かにね。はい。うん、岩瀬は素晴らしいですよね。
はい、西尾が生んだスターですからね、はい、一応親善大使でもあるし何にも仕事してないと思いますけどね、うん、だって指原の動きを見てると親善大使とはどうあるべきかとか思っちゃいますからねもう大分県全国ですからねもう東国丸さんともう指原すげえなと思いますからね、ネームバリューってああいうこと言うんだみたいな感じですからね、うん、その名前だけで宣伝になっちゃいますからね、すごいよ。じゃあ何、あの岩瀬なんか、あの一応こう球界ではさ、うん、あんだけやってきた人じゃないですか、うん、じゃああの人が小見町出身っていうことを誰も知らないわけ。岩瀬の失敗は、うん、野球しかやってこなかったから失敗なんですよ。え、なんで他何もやってないじゃん、あの人。いやいや、だから野球選手だから、野球選手の中で、まあ、俺はセーブ数の中でバンバン拾ったんだけど、他で何にもやってないじゃん、花がねえじゃん、だから引っかかるもんがないじゃん、だからダメなんですよ、一流じゃないんですよ、その野球、そこそこの野球選手で終わっちゃった。じゃあどうすりゃよかったの。だから親善大使になったら、うん、もっと西尾のことを目をかけて、うん、西尾を持ち上げるようなことをやったりだとか、うん、なんかすりゃよかったんですよ。いやだけどそんな時間なかったでしょ、セーブ王まで取るぐらいだから。だからその後ですよ、んセーブ王を取った後、うんうん、あ今からまあちょっと時間が取れるような気がするけど、ね、そうだ、今からの生き様ですよ今からの。なるほど、あれはなんとも、マリコ様はいなくなっちゃうというし、なんですかこれ。だから、まあ、篠田マリコはいなくなっちゃうのはいいんですよ。だから AKB が世代交代を急ぐのは、うん、だからスターがいらないアイドル集団グループなので、うん、スターがいてもらっては逆に困るんですよ。だからスターになったら出てっていただきたいと、うん、だけど大島優子いるじゃん、だから困ってるんですよ。だ優子は全部タイミングの外されてますからね。いや今回のマリコの卒業も優子びっくりって感じだよね。あれ一番優子かわいそうだね。あんなどだって自分も言ったかもしれない。は優子も卒業するかもしれんって話だって今回全部、はあ、うん、でも先に篠田が行っちゃったもんだから二人連続は言えんからね。あ、すいません、じゃああれって何、一応予定調和じゃないの。予定調和じゃない。マジっすか。マジじゃあ何、自分もう辞めるって言って、うんうんうん、勝手に行ったの、うん、知ってたの二人ぐらいしかないって言うからね。高見菜とあともう一人小地春香で、あっちゃんは、前田なっちゃんはメールでやり取りしてたって言ってたけど、うん、へぇー。だからジュリナとか、HKT のハルピとか、あの辺のそのマリコ様を目標にしてる子たちは、うん、もうガチで大泣きじゃん。はぁ、聞いてねえもん。はぁ、うん、あ、そう。大島が1位を取れんかったの、花道を飾れないから、それはそれでいいじゃんね。だから大島の場合は1位で辞めれば伝説になる、うん、それ1位でなくて卒業したら順調に世代交代は進んでますよっていうメッセージ、うん、なので私は引き際なので消えますよでいいわけ、うん、だから大島役に何のデメリットもないじゃんね、うん、今回の選挙で卒業を発表したとしても、うん、ただ上位2人がうん、グループの2人が抜けちゃうのは、うん、あまりにも、だ実際に板野友美も入ってるからね、そこにね、友人も卒業をもう発表している上で選挙に出てるわけだから、うん、え、もう何、板野も8月に卒業って決まってるから、ね、あ、決まってんの、決まってるから、でも選挙に出たんだから、あ、そうなの、うん、へぇ、で、ここでマリス子様が抜けて、これで優子も抜けたら、選抜から3人抜けちゃうから、選挙の意味がねえじゃん。はいはいはい、うん、繰り上げになるのかどうなのか分かんないけど、うん、いや普通選挙は繰り上げ当選、ただもう PV は取り始めてるらしいので、はあ、うん、多分 PV 噂では PV はマリコさんじゃない、PV は参加してやるけど、はあ、期日が来た以降は全部アンダーで回すらしいので、はあ、うん、はあ、なんかスモールテイさんちょっとでも正直、サシコ1位はなえた。なるほどね、うん、うん、この意見はどうですか。まあ、次のサシコのセンターの曲で決めていただければと思いますけどね。あ、なるほど。一応大方の予想では温度になるという話なので。は温度一応、まあ、秋元さんのコメントでも、うん、その優子とまゆゆに関しては曲は一応用意はしてあったと、うん、
ところが指原が来ちゃったもんだから、うん、ゼロからやり直さなきゃいけないのでって話をして、うん、どうせだったらみたいな話で、うんうん、で言ったらなんか言ったら温度、うん、AKB 温度まだないんで、あ、そうなの、 AKB 温度みたいなのないので、でまあ夏曲なので次出る曲、まあ夏曲、まあ、温度ですけど、それ売れますか。いやだからそれでミリオンいったらすげえという話じゃないですか。温度で、ただ逆に温度の場合は長期戦略が望めるので、国民的アイドルの温度だよ。まあ来年以降の夏はもうガンガンあれヘビロテだよね。もうその辺今でも出す時期さえ間違えなければ夏祭りかかりまくりだよ。ドラえもん温度みたいなもんだよな。うんうん、そのセンター特化控えできるし、うん、で一応この前、うん、昨日か一昨日見た、あのネタスレだけど、ネタのスレが立ったんだけども、うん、サシコセンターってそのネタでそのやったのが、うん、盆踊りのエンジンの真ん中がサシコで、うん、周りを選抜メンバーが固めてるっていう。確かにセンターでも正面から見ると4列目みたいな正面から見ると優子と眉のダブルセンターでサシコは4列目の真ん中なんだよ。でも上から見ると円形だから真ん中じゃんね。サシャラ屋台の櫓の上に乗ってるみたいな感じで、うん、これもありだよねみたいな感じで、でそれをやったら俺は見直すみたいなみんな言っとったけどね。うん、あ、なんかキララシティさんちょっとあれですよ、ほら来た、怖いこと言っちゃってます。いやそういうことだよ、うん、これよくわからんですけど、愛選手は西尾市へ継続的に納税していないので行政側も積極的に応援する気がないと思いますよ。まあ当然だね、金をくれんやつには応援せんみたいな感じだね。あ、うん、なるほど。だから結局どっちかなんですよ、長田さん。金をくれるか、うん、人呼んでくれるかなんで行政の方としては。ああ。なるほど、うん、だから、うん、コーヒー堂で人を寄せるか、うん、コスプレイヤーで人を寄せるかですよね。人寄せればもう多分ね、行政、西尾市というセクバーフィールドの中では、うん、多分行政観光に対するこう発言権大きくなりますね、うん、だってあれやり始めたらうちだよ。だってあれうちが言い出しっぺじゃんみたいな、うちが有志、いやあの誘致したじゃ、世話したじゃんみたいな、ね、だってなんか反対だったよねみたいな、うん、なんか金も出さんみたいなこと言われたけどみたいな、まあ別にお金あんまかかってないもんでいいんだけどみたいな、でも結局あれね今すごいよねみたいななっちゃったらどうするみたいな、言い出しっぺ使えるからね。佐々木さんって言ってあの意識でね、うん、なんつうのコスプレのイベントとかなんかやる。ああ、はい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 、ね、意識なんだ佐々木さんって。意識なんすよ。まだ変わった人多いなあそこは。はい、いやいや、うん、うん、あの人なんかが本当そうだよ、気合入れて力入れてボーンってやってくれればね、うん、だから刈谷とかなんかってすごいもんね。そう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 、うん、2週でもやってもらいたいもんだね。そうだよ、やるべきだよ、うんうん、だってイタシャとかなんかは揃えるだもんね。揃える、20台ぐらい揃えますからね、うん、だってあの丘の山のあそこ揃ってるから、揃ったから、ね、一回やったからね、うんうん、結構あるからね、やれるやれる全然問題ない、うん、いや子供たちも喜ぶって、純粋な子供たちはあれ見ればキャラクターがついてる車だよ。だポケモンの名鉄電車がしても喜んじゃうのにね、うん、完璧だってモナコに今日考える。ああ、そう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 、うん、まあちょっと違うけどね、モナコは別だけどね、あれは。うん、てかもうモナコに行くとスケールが違うけどね、うん、エンディングがかかってないよ。まだ終わってねえや。エンディングかかってないよ、はい、時計見たけど。あ、そうそうそう、うん、おいや、今日結局はまとめが思ってお前まとめしたんやん、俺2回もまとめたよ、うん、あ、そう、まあいいや、とりあえず、1回閉めますか、うん、終わります。あ、はい。